はいどうも。今回はですね、えー、まあ視聴者の方からコメントありまして、えー、好きな漫画のランキングを発表してくれというコメントがありましたので、ちょっと答えたいなと思います。で、今回はですね、まあ、長くやってもしょうがないんで、まあ、ベスト5でいこうかなと思います。はい、それではいきます。まず第5位ですね。第5位は、 えー、ワーールドトリガーですねこれはね読んだのは45年ぐらい前かな45年いや4年ぐらい前かなあの連載再開でって帯に書いてあると思うんだけどあの、まあ、ずっと読みたいなと思ってたんですけど長らくなんか救済してたんで、えーまあ、読むタイミングが全然なくて。 で,まあ、で連載再開するっていうのを聞いたんでその時に全部買って読みましたね。でこの、まあ、ワールドトリガー何が面白いかっていうとやっぱり一番はあれかなそのバトルによる戦術面ただ単にこうなんか技を出し合って戦うバトル漫画とは違ってやっぱ頭を使った頭脳戦っていうのが非常に持ち味な、えー、漫画かなというふうには思いましたねこれは。 非常に面白いで今後もねあのネイバーの世界っていうので敵の方あの、まあ、敵の世界の方に乗り込んでいくっていう話になるんだけどそこはそこでね、えーまあ、今後どうなるのかっていうのは一つ楽しみです、まあ、ただねあの、まあ、特有の,あの、まあ、システムでベイルアウトっていうのがあるんだけど、まあ、なんだろうね本体体本体が戦うんじゃなくてなんかトリオン体っていう別のなんか まあやられても大丈夫な体になって戦うんだけど、まあ、それが敵のね世界に行った時にそれで戦っちゃうとちょっとぬるいなっていう感じはするんでそこをまあどうやってねベイルアウトを使わずに戦うようにねストーリーを組んでいってくれるかっていうのが非常に楽しみですねはいということで第5位はワールドトリガーでしたで第4位が 鋼の錬金術師あ落ちちゃったねはい鋼の錬金術師ですこれはね僕があれだね2個目ぐらいに読んだ漫画かな非常に印象に残っててあのこの漫画の何が面白いって主人公の能力というか強さがね1巻から全然変わらないっていうところで あのまあいわゆる普通のバトル漫画って結構能力のインフレとかしちゃって最初あのなんだろう強かった敵とかも主人公がパワーアップしてボコボコにしたりするんですけどこの漫画ってそんなことなくてあと、まあ、それが面白いの,であのいが一つとまあもう一つはなんかね敵がねすごい近くにいるんだよねあのなんだろうこう読者は こいつが敵だって分かってるんだけど主人公たちはまだ分かってないからすごい主人公に接近する人物があのやばい敵だったりとかして読者としてはすごいヒヤヒヤするみたいな物語でまああとはね、あのー、作中で出会ったその主人公が出会った仲間たちが、まあ、最終結成の時にね全員駆けつけてくれるっていうのが非常に胸ツな展開なんじゃないかなと思いますはいあのラストはすごいあの感動できる作品でめちゃめちゃ面白いですね はい、第4位、鋼の錬金術師でした。で、第3位が、宇宙兄弟。あの、これはね、宇宙兄弟はいつかなあの、アニメすごい好きで、昔やってたんですけど、アニメすごい好きだったんですけど、アニメってなんか途中で終わっちゃって、全部やってくれてないんだよね。ですごい、あの、ストーリー気になってて、まあ、 大学生の時にアルバイトして、まあ、お金貯めて、まあ、続き気になるから買ったっていう感じでしたねでこの漫画もねさっきの「鋼の錬金ず師と一緒なんだけどやっぱ主人公の、まあ、キャラクター性っていうのもあってこう出会っていく仲間たちが主人公がピンチの時に結構助けてくれるんですよねでそのまま普通に助けてくれるんじゃなくて、まあ、主人公が こう明るい性格だったり何気ない一言とかであの他の人たちを救ってて、まあ、その恩返しじゃないですけどこの主人公のためにならまあやってあげるかみたいな感じでみんなが助けてくれるっていうのがすごいあのいいなって思う作品です。はい、でまあ「宇宙兄弟」というタイトルの通りまあ兄弟ね2人が宇宙に、えー、行くのを目指すっていう作品で、まあ、こっちのね 金髪の方が弟なんですけどこいつはすごい宇宙飛行士であのこっちが兄の主人公なんですけどあの普通に兄がサラリーマンとして働いてる時に、あに子供の頃に掲げた夢を夢に向かって宇宙飛行士になってみたいなんで行くんですよねでまあそれを追いかけて兄の方が宇宙飛行士にあの、まあ、な,るなるというか宇宙飛行士になるのを目指すっていう作品でで ちょうど今ね、あの、すごいいいクライマックスのシーンというか、うん、まあタイトルの回収にもなってるんで、非常にもう、まあもうほぼラストかな、ほとんどもう最終巻まで関数ないと思うんで、で、まあ今から読むっていうのもいいかなとは思います。はい、第3位が不兄弟でした。で、第2位、第2位が、 進撃の巨人ねこれはねもう言わなくてもいいでしょうっていう感じでもあるんですけど非常にね人気も高くてあのすごい面白い作品ですよねこれね。僕はね正直「進撃の巨人は」はあの最初の方というか最初の方、うん、そうだね最初の方はなんか読んでてもなんかあんまピンとこなかったんですけど なんか途中からあのー、あれだねエレンのお父さんの地下室開けた辺たりから急にこう今まで謎だったところが解けて世界がこうバーって広がるじゃないですかあっこからの展開がすごい面白いなと思ってであれで海をエレンたちが見た後にその海まあネタバレになっちゃいますけどその海の先の 世界ががあるっていうことが分かってその世界その海の外の世界の人たちの物語をなんか2巻ぐらいまずやるんですよね。でその平和に暮らしてる、まあ、平和でもないんだけど、まあ、そう平凡に暮らしてる人たちをエレンがねぶっ壊しに行くっていうところがすごいなんか残酷でありなんか複雑な気持ちになりますよね。 あのまあ、やり返してやるぜみたいなことなんですけどまあそれを主人公にやらせるっていうのはすごい残酷だなと思いますしまあでもエレンの立場になったらそれはやりたい気持ちもわかるよなみたいな複雑な気持ちになってまあなんでしょうね敵とか味方とかがない漫画ですよねこれ両者どっちの立場に立ってもね結局なんか最後はいやしょうがないよなみたいなあのあのちょっと名前で忘れしちゃったんだけどあの 誰だっけあのー、最初味方のふりしてあの敵だった巨人いるじゃないですか。えー、完全に名前忘れたな。ベルト、あ、ベルトルとかベルトルとかですね、あのー、作中のセリフで、あのー、しょうがなかったんだよみたいなことを言うんですよね。その言葉がね、全巻読んで 改めてこうそのシーンを見た時にすごい感慨深いものがあったんであのぜひ前回読んで読んだ人もね一回そのシーンをもう一回読み直してもらうとなんかすごいその一言がこの物語を物語ってるんじゃないかなというぐらい重要なセリフに僕は見えましたね。はい、ということで新曲、えー、人が第2位です。 で、第1位はですね、もう散々というか、もう他の動画でも結構言ってるんで、わかるかなと思うんですけど、僕がこう、漫画を好きになったきっかけでですね、はい、ハンターハンターですね。これはね、あの、正直最初入ったのはアニメです。あの、新しい方じゃなくて、古い方のアニメで、なんかね、僕が子供の頃だったんですけど、まだこう、 なんだろう、アマゾンプライムとかそういうのない時代で、あのアニメ見るってなったら、まあ、アニマックスっていう、まあ、まあ、そういうねあの、チャンネルがあるんだけど、それを見るって感じだったんだけど、ドラゴンボールがすごい好きで、最初。まあ、みんな好きになると思うんだけど、あれは少年時代ね。ドラゴンボール見て、で、ドラゴンボールがあの一旦終わったんだよね。で、終わったタイミングで、次の作品、その時間帯のね、5時半ぐらいだと思うんだけど、夕方の。 ハンターハンターになりますみたいな。まあ再、再放送だけどね。で、ハンターハンターに、ね、なって、で、めちゃめちゃ面白いなと思って、あの、ハンター試験編でまず心をつかまれましたね、少年はね。で、そこでめっちゃ面白いなって思ってからのあの、天空闘技場とかね、あの、くくるマウンテン編とか経て、その辺はまだ全然普通のね、バトル漫画ともね、まあまあまあ、 ほとんど路線的には一緒かなという感じなんですけどなんかね「ヨークシン編」から様子がおかしいなってなるんですよねあの少年時代の僕でもあの思いましたなんかこれ様子がおかしいぞと思ってなんかめちゃめちゃなんか人死ぬしみたいな<笑><笑>でもねあのダークな世界観がすごいなんか惹かれてあのヨークシンのねでなんかこう団長とクラピカがやりに 合わないんだみたいなあの、どっちか死んで終わるんじゃないんだみたいなところに、すごいなんか驚きがあって、当時は。この作品すごいなって思ったのを覚えてます。で、その間、後のね、グリードアイランドはもうすごいね、あのまあ、学校でも流行ってたし、僕自身も当時はめちゃめちゃ好きな、あの、ハンターハンターの中で言うと話で、やっぱあの、ドッジボールドのシーンとかね、 真似しちゃうというか試着したくなるような作品で、まあ、カンパニーとかも唱えてましたからね小学校の時 <laughs> はいでまあアニメはでもそこまでで終わっちゃうんでそこから先のストーリーは知らなかったんですけどでまあ大学生ぐらいになってあのあんなんかねこう今まで見てきたアニメとかの続きを知りたいなみたいな原作欲しいなみたいな思った時があったんですよでその時に あのまあ、さっきの「鋼の錬金術師」とかもそうですけど鋼の錬金術師買ってそのあとぐらいに「あそうだなハンターハンター」ってあの続きどんな話なんだろうと思って前回買ったんですよねでパーって読んでて、まあ、前半の方はアニメと一緒なんで「あ知ってる知ってる」てるみたいなでもやっぱ今見ても面白いなみたいなその時に「よーく真編めちゃめちゃ面白くて「え何このなんか駆け引き」みたいな。 駆け引きもすごいしなんかクラピカって最初旅団のこと殺そうと思ってたのに旅団にも旅団なりの,その仲間の思いやりとかがあるっていうのを気づいて旅団を生かすっていう選択肢を取るんですよねでなんかハンターハンターのすごいのってあの普通選択肢って2つなんですよ旅団対クラピカだったら旅団をクラピカが殺すか旅団がクラピカを殺すかっていう今一緒のこと言ったかな クラピカが旅団を殺すか旅団がクラピカを殺すかの二択だと思うんですけど両方死なないっていう第三の選択肢を取るっていうのがなんかすごいハンターハンターのなんか裏テーマとしてあるんじゃないかなというふうに思っててでまあそれもねあのハンター試験編の最初の方にねなんか名前忘れたけどなんかババアがあのなんか2つの選択肢を選ぶみたいなの言ってくるじゃないですか。 で,なんかでも正解は沈黙だみたいな第3の選択肢を持てみたいなことを言うんですけどやっぱあれが物語の裏テーマにあるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますねはいでまあよくそのグリードアイランドまで読んでやっぱ面白いなと思ってこのあと何があるんだろうと思ったらあのマジ驚きのキメラント変だよねもうあのこんなになんだろう、まあ、大人じゃないですけど大学生にもなって漫画でなんか泣けるんだなっていうのに すごいびっくりしてキメラント編はなんかね最初のキメラント編って10巻の物語なんだけど5巻ぐらいは何やってんだろうなみたいなこれなんか敵も別になんかねビジュアル的にもそんな良くないしなんかこれまあまあまあ,あの残虐非道な敵でああまあまあよくあるパターンのやつで、まあ、主人公ゴーンがまあ倒すんだろうなみたいなそういう思いはあったんですけどなんか 途中からねあの小麦っていう症状が出てきてねメルエムとなんか軍技打ち出した辺たりからなんか様子がおかしいなっていうのは感じ始めてであれやっぱすごいのってこうメルエムが最初はこう残虐非道の限りを尽くしてこう人間全部ぶっ殺してやるぜみたいな感じだったのにまあ人間の強さっていうのはただのそのやっぱパワーだけじゃないみたいな。 小麦と出会って強さにもいろんなベクトルがあるっていうのを知って、まあ、パワーのベクトルだったら自分は絶対勝てるけどパワー以外のベクトルだったら自分が負けることもあるよねみたいなのを知ってでまあこうそのパワーで逆にやられるようなこの弱者を自分が救う立場になった方がいいんじゃないかみたいな感じで心が動くシーンがね非常になんか感動する。 なんか描写でした、ね、でまあそのメルウェムをこう人間側のね人間代表ネテロ会長があのもうボコボコに無残にもねあの毒まで使ってあのぶっ殺すっていうところがなんかもう人間のねあのそれこそネテロ会長言ってましたけど人間のそこすらねえ闇をお前は知らねえみたいな言うんだけどもうほんとその通りだなと思ってなんかねいろいろね社会情勢とか今もありますけど。 なんか結局一番やばいのって人間の,その心の闇というか、うん、人間が一番怖いなっていうのをやっぱ改めてねこう思わせてくれる作品ではありましたよね。でまあここでもさっきのねあの2択じゃなくて3つ目の選択肢を選ぶみたいなんであるんだけどこれキメラント編の場合はちょっと特殊で。 キメラアントというか、まあ、メルエムの方が人間を殺すか自分が殺されるかっていう選択肢の中であの対話っていう第3の選択肢を選ぶんですよね共存っていうねあのキメラアント側が共存を選んでそれをあの人間側がその第3の選択肢を踏みにじってぶっ殺すっていう敵と敵となんだろう主人公サイドが逆転するっていう話で。 なんかそれもね、すごいなんか特集というか、やっぱこの富樫先生すごいなみたいなのは思いましたね、あれ。うん、で、まあ、そっからね、今も、まあ、続いて会長選挙編とかね、あって、会長選挙編も僕めっちゃ好きなんですけど、まあ、ここでちょっとトーンダウンしたなっていう感じは否めなくて、ただその後にね、あの今もやってますけど、あの暗黒大陸編、まあ、その前の王位継承戦、 なんかこんなすごいストーリー考えるんだなみたいなんですごい驚きましたけどなんか大井継承戦って何回読んでも意味わからないじゃないですかあれねあの一人の人物に何個役割あるんだよみたいな感じでほんと書き出さないとわからないみたいなうんあの第何第五え第十王子のなんか施設兵だけどあの実は第一王子の息がかかってるかかっててみたいな で、そいつと一緒にいるのはハンターだけどそいつは狂戦ハンターだからそのパリストンの息がかかってるみたいなねで、それがなんかこう協定結んだりとかして貸し借りしてなんかどっか行ったりとかしてどこいいんだよお前みたいなねとかなってそれだけでもややこしいのにそれがなんか、ね、船の第一層で実はその下に。 4層ぐらいいああってなんかマフィアの構想がありますみたいなでそこに芸能団とヒそかとかも入ってきますみたいな <laughs> もう何何もうすごいねみたいなそんなキャラよく動かせるねみたいなでなんかどっかで見たんだけどなんかこう漫画で同時に動かせるキャラの限界を試したみたいなことを何か言ってたんですねインタビュー感覚でねでまあなんか参考にしてるのがキャプツバーのなんかワールドユース編かなんかっていうのであの 僕、ちょっとは知ってるんですけどあれもなんか相当人数多くてすごいなって感じだったのにそれにねさらに複雑なこう役割とか役職を持たせてくるあたりがやっぱり富樫先生のすごいところかなとは思いますねはいでなんか近々ね再再開するんじゃないかみたいなツイッターの動きもありますし非常に楽しみな作品ですというか第1位の「ハンター×ハンター」が好きすぎてめちゃめちゃ語っちゃったんですけどそうですね第1位は「ハンター×ハンター」でした、ね、はい ということでね、まあ、第1位はハンターハンターで、まあ、2位が進撃の巨人で、3位は中兄弟。で、まあ4位がハガレンで、5位がフワールドトリガーっていう感じでしたね、僕は。まあ意外と結構ね、王道なとこ行ったんじゃないかなとは思いますけど、まあ他にもね、結構好きな漫画いろいろあって、まあランキングも、 まあ5位だからね、これもあれなんだけど、他にもまあ好きな漫画で言うと、まあ、呪術廻戦とか、えー、あとはなんだ、テセウスの船とかね、えー、めっちゃ面白かったですね、あれ。まあ、で、ブリーチとかも好きですし、うーん、あサマータイムレンダーとか、えー、連載再開待ってるよっていう、まあ、テラフォーマーズとかは結構好きですね。まあ、あとは悪の花とかも好きでしたね。うん まあ、こんなとこかな。はい。まあ、家に結構漫画ありますけど、まあでも、あれですね、結構好きなやつと嫌いなやつ、僕はっきり分かれるというか、そういう、はっきり分かれるんで、<laughs> まあ、置いてある漫画が全部僕が面白いと思ってるわけではないよっていうのは一つね、この動画で伝えておこうかなと思います。はい。まあ、長くなっちゃったんでね、これぐらいで終わりましょう。 ということで、まあ次回の動画はまあお楽しみにしてください。ということで、バイバイ。